立川小朝は、落語の名跡。滝川小朝とも表記。古くは、三遊亭小朝として名乗っていた。立川小朝は、高知県高知市出身の落語家。東京デザイナー学院出身。血液型は B 型。愛称は、昆虫くん。まっとうな古典落語とともに、ブラックでマニアックな新作落語も得意とする。立花の左近に寄席文字を指導され、余芸とは思えぬ腕前を持っている。テレビドラマ、タイガー&ドラゴンでは、出囃子の制作、演奏に参加。劇中の落語の指導助手を務めた。同郷の漫画家、横山隆一に直接描いてもらった、キャラクター、福ちゃんを手ぬぐいの柄にしている。また漫画家、川島よしおとも親交があり、落語会のチラシなどを描いてもらっている。また、都、学会との親交も深く、真打ち披露興行の際には、都、学会から贈られた、紋章入りのまんまくを背景に講座を務め、これをきっかけに同会に入会している。同じく同郷の漫画家、西原理恵子のファンであり、トークショーの司会を務めた縁で、真打ち昇進時に作成した手ぬぐいの柄を描いてもらっている。高知県出身の初の真打ち。真打ち昇進と同時に名前が変わることを母親に電話報告したところ、お前の取り柄は春風亭という名前だけだったのになぜそれを捨てるのかと嘆かれた。2006年3月26日放送の笑点で落語協会5名、落語芸術協会3名の合同で真打ち昇進披露興行が放送され、小朝を含む落語芸術協会の3人はなぜかその場で、組体操を披露した。情報落語家とも親交が深く、彦八祭りに、毎年東京の落語家団体所属の落語家として、参加している唯一の落語家であり、芸協落語祭りにも反映させている。2014年、兵庫県の知人から、情報落語用の兼題の無償提供を受け、新宿末廣亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場に兼題を寄贈している。この時、落語協会の真打ちは、一人一人を、白浪五人男に例えての連ねを口上で述べた。彦八祭り公式ツイッター2019年8月25日のツイートより、立川小朝。4月中席後半小朝主任興行兼題が来た。立川小朝ブログ小朝の水族館。アメーバブログ2021年7月28日閲覧ありがとうございます。